それでは早速本日のスペシャルゲストをお呼びしましょう。ラグビー日本代表、トヨタ自動車ベリブリッツ所属の姫野和樹選手です。自己紹介をお願いします。はい、トヨタベリブリッツの姫野和樹です。皆さんと今日楽しい時間を過ごせることを楽しみにしてきました。よろしくお願いします。本日は短い時間ですが、たくさんお話聞けたらと思います。どうぞお座りください。ありがとうございます。そしてもう一名スペシャルゲストがいらっしゃいます。昨年世界部のインスタライブでも共演していただいたプロサッカー選手でスコットランドリーグセルティック FC 所属の旗手怜央選手です。旗手選手、聞こえますか？こんにちは。セルティック FC 所属の旗手怜央です。はい、旗手選手ありがとうございます。本日旗手選手はスコットランドからリモートでご参加していただきます。本日は短いお時間ですが、いろいろお話できたらと思います。まずはじめに私から姫野選手をご紹介します。姫野和樹選手は中学からラグビーを始められ、高校大学時代から輝かしい成績を収め、トヨタ自動車ベルブリッツに入団し、およそ1ヶ月で主将に抜擢されました。ラグビーワールドカップ2019では日本代表として出場し、ジャッカルの名手としても有名です。2021年シーズンはニュージーランドダニーデンに本拠地を置くハイランダーズに期間限定で移籍されました。続いて私からは旗手選手をご紹介させていただきます。旗手怜央選手は小学生の頃からサッカーを始められ、高校大学と世代別の日本代表や高校選抜にも選ばれ、さまざまな国際大会でもご活躍されています。また大学卒業後は川崎フロンターレに入団し、2022年よりスコットランドのグラスゴーに本拠地を置くセルティック FC に所属されています。セルティック FC では今シーズンも主力選手の一人としてシーズン公式戦34試合に出場し、8ゴール9アシストを記録し、リーグ首位を走るチームの中で大変大活躍されています。本日は姫野選手、旗手選手、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは早速お二人に質問していきたいと思います。現在海外でもご活躍されているお二人ですが、中学校高校時代はどのような学校生活、またはラグビーサッカー生活を過ごされていたんですか？まずは姫野選手お願いします。はい、皆さん改めましてこんにちは。皆さん応募して来られたんですね今日。ちょっと硬いなもうこんなんしてるからさ、もうもっとこうラフな感じで今日はみんなとこう話し合えたらなというふうに思ってます。で、まあ質問に関してなんですけど、まあ学生時代は正直言って本当にスポーツ三昧でした。まあ高校の、ね、先生とかにもね、文武両道でっていうふうにはよく言われたんですけど、でもやっぱラグビーが一番でしたね。ラグビーをやること、もう好きなことをやることっていうのをもうそこに重きを置いてましたね。なんで勉強全然しなかったんですよ。なんで大人になってからそのツケっていうのがすごく回ってきてて、今になってこう勉強するっていう欲っていうのが高くなっていってるんですけど、あの時勉強もっとしてればなっていうのはすごく感じてましたね。はいはい、当時から本当にラグビー漬けの毎日だったんですね続いて旗手選手はいかがですか？あ、こんにちは、改めまして今日はよろしくお願いします。はい、僕もそうですね学生時代は本当にさっき姫野選手が言ったように、サッカーを本当ずっとやってて、勉強も全くやってなかったんで、今になって本当にこう勉強しとけばよかったなっていうのはすごく感じますね。お二人とも大好きなスポーツ漬けだったんですね。続いての質問です。実際に初めてラグビーやサッカーで海外に行ったのはいつですか？またその時行く前と行った後でどのように海外に対する考え方っていうのは変わりましたか？まず姫野選手いかがですか？多分僕が最初に海外に行ったのは、高校生の頃で、高校日本代表にもこう選ばれていたので、その時の遠征っていうのが初めて、
海外の遠征でした。でその時に、あ、海外きついなってちょっと思ったことがあって、ちょっと僕トイレが結構ナイーブで、その海外のトイレにちょっと慣れなかったっていう思い出がありますね。はい、なんで便秘になって帰りました。スポーツ以外でも大変なことがあったということですね。そうですね。ごめんなさい。旗手選手は初めての海外はいつでしたか？またその時に考え方っていうのはどういうふうに変わりましたか？僕も最初初めて行ったのが、高校生の頃で、それこそ僕も高校先発という、先発の方で行かさせてもらって、僕はトイレは全然大丈夫だったんですけど、結構僕食事を結構気にするタイプだったので、最初食事の方でパンとかが出てきた時は、練習とか試合の時にエネルギーが出ずにすごく苦労したことを覚えてます。はい、ありがとうございます。そして姫野選手は2021年のシーズンにニュージーランドのハイランダーズに海外移籍をされ、旗手選手は2022年にスコットランドのセルティック FC に海外移籍をされ、今回のイベントのテーマである越境チャレンジをされてきました。お二人はどんな理由や思いで越境チャレンジ、ここで言う海外移籍をされてきたんですか？まずは姫野選手、いかがでしょうか？はい、僕海外挑戦をした、理由としては、居心地のいい環境から離れたかったっていうのがすごく大きな理由がありました。コロナで、ラグビーもあまりできてなかったですし、で2019年で、ラグビー日本代表がこう、躍進してベスト8まで、史上初のベスト8まで行って、こう日本全体こうラグビー熱を感じていた中で、こう日本でこうプレーすることにとって、こう自分にとってそれがいいのかっていうところをすごく考えていて、もちろん日本にいたら、食事であったりとかプライベートであったりとか、こう自分にとっては厳しい環境ではないなっていうのがすごく感じていて、あえてその、一歩離れてちょっと違う地でプライベートでもこうプレッシャーがかかる、でかつ、ニュージーランドはラグビーも、盛んな国なので、そういったプレーの面、ラグビーの面でももちろんプレッシャーかかる、でプライベートでもプレッシャーかかるっていう、そういった厳しい環境をあえて選んで、失敗がしたいと思って海外に行きました。すごい、自分を追い込む力がすごいなっていうふうに感じました。9月にはラグビーワールドカップも控えていますよね。海外移籍を終えてラグビーワールドカップへの気持ちに何か変化はありましたか？そうですね、はい、今年ラグビーワールドカップもあるので、こう海外を得てこう、そういったプレッシャーの中で自分を磨いたことによって、こう自分の中のこうキャパというか余裕っていうのが、前回の大会よりもかなりあるので、そういった余裕をしっかりと違う次はチームメートであったりとか新しく入ってきた選手にこう使ってあげたいっていうふうに考えてますし、また、畑さんもいますけども、サッカーワールドカップ、そして、WBC と本当に日本の躍進が続いているので、プレッシャーかかる中でも結果を残したっていう自信もあるので、今年の9月のワールドカップぜひぜひ期待していてくださいっていうふうに思います。はい、すごい素敵なコメントありがとうございます。続いて旗手選手はどのような理由や思いで海外移籍を決断されたんですか？僕が海外移籍をする決め手は2つあったんですけど、1つはすごくこう日本での生活だったりサッカーだったりっていうのにこう慣れを感じてきて、僕にとってそういう慣れてしまうことって結構一番嫌なことで、慣れてしまうと結構こう何事も妥協しちゃうじゃないですけど、こうちょっと緩めてしまったりとか、生活でもこうどこか、サッカーを優先順位にできなくなってた部分とかもあって、まずその慣れをこう払拭したいって思いで、移籍を一つ決めたのと、もう一つは、人として、成長したいっていう部分をすごく僕は、大事にしてて、やっぱりスポーツ選手である前に一人の人間であって、やっぱり応援してくれるのも結局一人の人間を応援してくれることにつながるので、僕はその一人の人間としてもっともっとこう成長したいというか、
強くなりたいっていう思いで、まあ、そうなった時に日本じゃなくてやっぱり海外に挑戦することで、まあ、さっき姫野選手も言ってましたけど厳しい環境に身を置くっていう意味でも本当にこう一人でこっちに来てチャレンジしたいっていう思いが強くて今回、海外移籍してもう1年ちょっと経ちます。ありがとうございます。お二人とも自分にプレッシャーをかけるという姿が本当にすごいなというふうに思ったんですけど、そんな中でぶつかった壁や苦労したことっていうのは何かありますか？姫野選手いかがでしょうか？あ、トイレですまあまあそれはあれなんですけど、まあ、そうです。やっぱり英語とか、まあ、食生活とか、まあ、その文化の違いっていうのはやっぱり日本とは全然違うので、まあ、そういったところでこうストレスを感じることっていうのは多くあったなというふうには気がしますね。はい、ありがとうございます。続いて旗手選手はいかがでしょうか？そうですね、やっぱり言語はすごく苦労する部分ですね。やっぱり今も僕も勉強しながら頑張ってやってますけど、やっぱりどうしても言葉が通じない時もありますし、本当に言葉っていう壁はすごく苦労しますし、まあ、あとは、環境だったり文化全く違うんで、特にスコットランドはもう全く晴れないんで、ほとんど曇りとか雨なんで、で僕本当に夏が好きなんで、やっぱり晴れるとこが好きな人なんで、そういった意味でもやっぱりこの曇りとかが雨が多い環境はすごく難しい環境だなと思いながら日々頑張ってやってます。はい、ありがとうございます。お二人ともそういう難しい環境を全部自分の中での成長につなげてるっていう点がすごいなと思いました。続いての質問なんですが、具体的に海外を知ることを世界を知ることでスポーツ選手としてまた一人の人としてどう自分自身が成長したと感じていますか？まずは姫野選手お願いします。まあ、そうですね、やっぱ考え方の幅がすごく広がるっていうのと、こうメンタリティっていうのがすごく強くなるなっていうのは感じました。そのいろいろな考え方とかを取り入れることによって自分の心っていうのがすごくこう整理されるというか強くなるというか、そういった感覚っていうのは、まあ、海外に暮らしてプレーしてみてすごく思いましたね。まあすごくこう、まあ、プレッシャーがかかる環境の中でずっとラグビーをしていたんですけど、まあ、そこでプレッシャーかかる分こう自分のメンタリティっていうところ、まあ、僕一人で行ったんですけど、こうメンタルを支えてくれる人もいなかったので、うん、こう自分と向き合う時間っていうのがすごく多かったので、まあ、そういったプレッシャーの 中だけどこう自分のメンタリティのこう変えていくっていう作業っていうのがすごく海外行ってできるようになったので、まあ、そういった考え方とか文化の違いとかっていうのを触れることによってなんかこう新しい自分 の価値観っていうのが生まれた気がしますね。はい、すごい自分と向き合う時間っていう言葉がすごい心に刺さりました。続いて旗手選手はいかがですか？そうですね、僕もなんかすごい姫野選手と被っちゃうことが多いんですけど、まあ、やっぱりサッカー選手としてまずこうセルティックのホームスタジアムは6万5000人ですかね、人が入るので、まずそこの中で毎試合やるっていうところを考えると、やっぱり日本ではそういう環境はなかなかないですし、本当に1試合良くても、1試合良くて1試合悪くてもすぐこう叩かれたりも批判とかもされるんで、やっぱりその環境の中でこう常に自分をしっかり持っとくというか、そういう、自分を律する心っていう部分はすごく強くなりましたし、まあ、人としてっていう部分で言うと、やっぱり僕も今一人で来てるんで、本当に自分と向き合う時間がすごく長くて、まあ、僕の場合は読書とか、映画とかを見てこうすごくこっちに来て感性が豊かになったなっていうのがすごく感じますし、考え方もやっぱり日本にいる時よりはすごくこう幅が広くなったのかなっていうのはすごく感じます。ありがとうございます。やはりね、慣れて居心地のいいところから抜け出すっていうのはかなり勇気がいることだと思いますけれども、その分成長も大きくなるということなんですね。ありがとうございます。さあ、いろいろお話
聞かせていただいておりますが、他の皆さんもお聞きしたいことがたくさんあると思います。ここからは事前エントリーされた質問者の方から質問に答えていただき、方からの質問にお答えいただきます。まずは桜庭理香子さん、挙手をお願いいたします。では質問お願いいたします。千葉県から来た桜庭です。姫野先輩に質問、あ、姫野選手に。ええで、俺の先輩どんどん。すいません、間違えました。行きましょう、行きましょう。姫野選手に質問です、はい。ニュージーランドでプレーされていた時は、チームメイトとのコミュニケーションはどんな感じでしたか？まあ、正直、ずっと英語の勉強は社会人になってからずっとしてて、まあ、ある程度こう基礎知識入れて、行ったんですけど、まあできなかったですね、はあ、全然やっぱり現地と、英語の感覚が全然違くて、でやっぱ方言とかスラングとかそういうのもあるんで、何言ってんだって感じでしたね、正直。だけど僕フラットだったんですね。フラットっていうルームシェアみたいな感じで、まあ4人で、僕のチームメイトとチームメイトの友達とその友達の彼女と4人で住んでたんですけど、だからなんでしょうね、もう精神と時の部屋にいるみたいな感じ。もう帰っても経験、英語の経験値2倍みたいな。だから、まあ、自分の部屋にもやっぱ帰りづらいから、まあそのソファーとかでみんなで喋ったりとかして、もうとにかく分かんないけど積極的に喋りに行きましたね。もう分かんないけど、もうジェスチャー使ってもいいし、で分かんなかったらもう勉強してノート書いて、あ、ちょっとこれ使ってみようとか言って、まあその実践の場がすごく、まあルームシェアもあったんで、実践の場がすごくそこにあったっていうのが、すごくコミュニケーション、まあ最初は分かんなかったけど、もうとにかく積極的に話していって、その実践の場で英語を使っていくっていうのをずっとやってましたね。そしたらまあ大体分かるように、まあ大体分かるようになるけど、まあ最初は分かるように、耳が慣れてきて分かるようになってくるんですけど、こうアウトプットがなかなかね、こうできなくて悩んだりとかはしましたけど、でも大体そういうふうに自分から積極的にコミュニケーション、分かんなくてもやっていくっていうのがいいなっていうふうには僕は感じてます。しかもニュージーランド、その日本人全然いなかったんで、コロナ禍で観光客も全然いないですし、その留学生とかも全然いなかったんで、もうなんか僕だけで日本語喋る人いないから、通訳とかもいなかったし、だからこそ良かったです。なんでね、こう今後行かれるのであれば、なんか逆にこう日本人同士で固まらずに、こう外人のコミュニティにこう選手とか、まあ友達とか行ってみたらいいかなとすごく僕は思います。ありがとうございます。ありがとうございました。次は川村則義さん、挙手お願いいたします。質問お願いいたします。こんにちは、東京から来ました川村です。姫野選手、旗手選手、2人に質問があります。世界でのプレーと日本でのプレー、意識に違いはありますか？姫野選手、お願いいたします。なんかいつも僕が先行ってて、ちょっと。では、旗手選手からお聞きしましょうか。旗手選手。申し訳ない。旗手選手、ありがとうございます。そうですね。プレーの意識の違いは、まあ、サッカーは本当にゴールを決めて、まあ、単純ですけどゴールを決めてゴールを守るスポーツなので、そこにまずブレはないですけど、やっぱりそのさっき言ったように環境だったり文化、本当に違うんで、細かいことまで言えば芝の長さが短かったりとか、晴れないんでやっぱり地面がぐちょぐちょで、すごい滑りやすいとか、ボールも全く違いますし、そういうところまで行くとやっぱりいつもより、日本にいた時よりは、そうですね、まあ例えばポイントをちょっと長い、あ、スパイクの裏にポイントっていうのがついてるんですけど、そういうのをちょっと長いのにしたりとか、そういうちょっとした意識はしますけど、このサッカーにおいてっていう部分で言うと、やっぱりゴールを決めてゴールを守るスポーツなので、そこの意識の違いは全くないです。姫野選手、いかがでしょう？はい、まあそうですね、外人選手ってやっぱりすごいこうフィジカルが強いなっていう、すごいそのプレーの違いっていうのを感じましたね。そのフィジカルでやっぱり、まあ、ラグビーはフィジカルスポーツなんで、そこで負けてしまうとやっぱり
なかなかうまく回らなくなってしまうので、まあそこのフィジカルの違いっていうのはすごく感じましたし、まあそのために本当に体重も、まあ今108とかなんですけど、その当時113まで5キロぐらい増やしてフィジカル強化に臨んでやったりとか、まあそういったコンディションっていうところをしっかり調整してやってましたね。そのプレーのスタイルに合わせて自分の体のコンディションっていうのも合わせました。で、かっこよく言いますけど、本当はあの食べるもんなくてラーメンばっか食べてて太りました以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。本日オンラインでも参加いただいているんですけれども、続いてはオンライン参加の高道大河さん、マイクをオンにして質問をお願いします。こんにちは、大阪から参加している高道大河です。姫野さんへ質問です。入社1ヶ月でキャプテンになったと思いますが、キャプテンになった資質は自分で何だと思いますか？いかがでしょうか？最近の高校生ってすごいですね。こんなとこ聞くんですね。僕高校生の時絶対こんなの聞かないですよ。いかがでしょうか？ハイランダーズどうだったとか、そんななんか感じの言いてると思いますけど、すごいなってすごい感心しましたけど、そうですね。まあ僕のリーダーシップの素質と言われると、まあ僕本当社会人1年目で、ベルブリッツ入ってから1ヶ月ほどで、その当時のまあジェイク・ホワイトっていうまあヘッドコーチが、まあ同じタイミング来たんですけど、その方にキャプテンやってくれっていうふうに、まあ入社1年目の1ヶ月で言われて、正直すごいハードになるだろうなとは思ったけど、まあ、その僕の素質としてはやっぱり結構何ですかね、裏を持てないとか素直な、まあ正直っていうのが、まあ、自分の中の、まあ、性格的なところがあったんで、もう泣きたい時は泣くし、怒る時は怒るしっていう、こう感情をこうちゃんと出すっていうところは、まあ、もちろん今すごいコントロールとかもできるようになりましたけど、その当時は結構、まあ、トヨタってチームにはこう火をつけるって意味では、そういった情熱とかこう愛情とかって、そういったところっていうのがすごく重要で、で僕もその情熱愛情っていうのをすごく持っていたので、まあ、そこで、まあ、その当時のヘッドコーチにキャプテンをやってほしい、そういったところをこうチームメイトに見せてほしいっていうのをすごく言われていたので、まあ、そこは僕のもともと持っていた素質かなっていうふうには思っていますね。はい。もちろん地元のチームもあったんで、はい。情熱と、こう、パッションと、こう、愛情っていうところは自分の今の武器として、リーダーシップの武器として、すごく今でも、はい。意識している部分ではありますね。チームメイトへの伝え方などで意識されたことって何かあるんですか？チームメイトですか？はい。まあ、ラグビーってすごい外人選手が多いんですよね。なんで、まあ、日本人選手ももちろんいますけど、その外人選手も多いんで、英語はだから社会人入ってからずっと勉強して、自分の言葉でこう選手と会話をしたいっていうのが最初のきっかけでしたね。英語を勉強するための。なんでそういったところでコミュニケーションを密に、外人選手とも取れるし、日本人選手も取れるしっていうのは、まあリーダーとしてすごく必要なんじゃないかなっていうのは感じたので、はい。そこはすごい重要だなって思いました。はい。ありがとうございます。質問もお答えも皆さんありがとうございました。以上で質疑は終了となります。質問者の皆さんありがとうございます。さまざまないろいろお話伺っていきたいところなんですけれども、早いことにもう終わりの時間が近づいてまいりました。今野選手、本日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、学生の皆さんにこのスポーツを通したその越境チャレンジの話をされていかがでしたでしょうか？いや、もう、こう、皆さんやっぱり目がね、キラキラしてるというか、はい、最初ちょっとめちゃめちゃ硬かったんですけど、でも本当に、まあこれからだと思うし、まあこの夢や目標ってものをしっかり持って、その夢や目標に向かって、しっかり正しく努力していってくれることを願ってます。ありがとうございます。もうこちらにいらっしゃったり、聞いていらっしゃることがもう一歩踏み出してる。ことですよね。じゃあ続いて旗手選手いかがでしょうか？まあ本当はそっちに行って直接皆さんの目を見て
話せれば一番良かったんですけど、そうですね、僕もこういうこう話すことでまた自分の、インプットにもなりますし、まあ、またこう前回僕はこれをやらせてもらって、すごくこうこういう自分の立場だからこそ話すことっていうのがすごくこう皆さんの未来のためになるんだなっていうのをすごく感じたので、それをこう今会場にいる皆さんがこう来てもらってこう話を聞いてもらうことはすごく嬉しいことですし、また皆さんがこうもっともっと成長できる一つのツールとしてこういう僕たちの話を聞いて、それをどんどん生かしていただければすごくありがたいなと思います。ありがとうございます。皆さんのさらなる一歩を進むきっかけになるといいなと思いますね。ありがとうございます。じゃあ続いて野中さん、本イベント振り返ってみていかがでしょう。なかなかこの直接お話を聞く機会ってないと思うんですけれども。そうですね、今日は本当にそのスポーツを通して知る世界の良さだったり価値についても学べたんですけど、それと同時に自ら逆境に飛び込む勇気っていうのもすごい学んで、自分も春から大学生になるんですけど、自分から難しい道とか困難な道を選択してもっと自分を成長していけたらなっていうふうに思いました。今日はありがとうございます。大きく背中を押された感じがしますよね。小橋さん、いかがでしょうか。はい、私も選手の皆さんが自分の一生懸命なことに対して自分を追い込むために海外に行かれたっていう話を聞いてすごいなって思って、たくさん勇気をもらうことができました。ありがとうございます。さあ本日はラグビー日本代表姫野和樹選手、プロサッカー選手の旗手怜央選手をお迎えしての運動部の中高生集まれスポーツで世界に越境チャレンジしようスペシャルトークショーでした。皆さんありがとうございました。今って話しても大丈夫ですか。姫野選手にちょっと話したいことがあって。はい、姫野選手。あ、もしもし、もしもし。はい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 。すいません。はい。質問一つだけ大丈夫ですか。大丈夫ですよ。やっぱりキャプテンとかこうやられてて、こうなんていうんですかね、自分もこうサッカーやっててこう選ばれる立場でもあるんで、やっぱりこうどうしても自分じゃどうしようもないこの選ばれる立場なんで、どうしようもない状況っていうのが出てくると思うんですけど、このそういう時にこうメンタルを維持するというか一定に保つために、こう姫野選手が一番重要としてることは何なのかなっていうのをすごく聞きたくて。僕はメンタルを維持するためにやってることは、ノートに自分との対話をしてます。はい、対話するんですけど、真っ白いノートに自分で、今自分はどういうふうに思ってるのかとか、自分の今の置かれている状況はどういうのなのかとか、自分は今それに対してどういう行動を取っているのかとか全部書き出して、じゃあそれはどうやったらその自分の正しい方向に持っていけるかっていうのをノートに書いて、可視化すること、はい、目で見ることによってすごくこう意識がよりまたできるから、僕は毎回それを書いて、でその自分がやると決めたこととか全部具体的に書き出して、それを絶対やるっていうのをやってます。でその言葉の重みっていうのはやっぱ自分の行動で付加価値をつけるものなんで、それを絶対にやるって、自分が決めたことを絶対にやるっていうふうにやってます。なんでまあいろいろメンバー選ばれなかったりとかこう焦ってしまう気持ちもあるけど、それをこう一旦落ち着いて自分で書き出して目で見ることによって、自分でもう一回頭で理解して自分がやらなきゃいけないことをもう一度整理してます。それが僕は一番自分の中でしっくりくる自分のメンタルの整理方法だなっていうのは感じていて、まあ人それぞれなんかこうやり方とか方法とかあると思うんですけど、僕は今までやってきた中で一番これが好きなのでずっとこれをやってます。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。いつも見てます。僕サッカーも結構好きなんで。ありがとうございます。サッカーや野球に続きます。頑張ります。頑張ってください。応援しています。ありがとう。ありがとう。貴重な追加の問いありがとうございました。